どうもセリカです。今日は平泳ぎのキックについてお話ししていきたいと思います。先週私の動画解説でお話しした内容なんですけど、その時4種目それぞれのキックと腕の推進力の割合についてお話ししました。その中で唯一手よりも足の推進力が勝っているのが平泳ぎでした。そうなんですよ、平泳ぎって一番難しくて一番重要なのってキックになってくるんですね。皆さん結構手で悩んだりする方も多いんですよ。呼吸ができないだったり、体が上がらないだったり、どうやって手かいたらいいのだったり、いろいろあるんですけど、それよりもまず一番気にしていただきたいのはキックですね。何よりもキックの推進力が全てだと平泳ぎは思ってください。はい、でそのキックについて今日お話ししていくんですけど、キック皆さんどこでお水感じますかね。まあ、バタ足とかドルフィンキックなら足の甲でお水を感じられると思いますね。まあ、足の甲でお水を感じる時って、まあ、キックバタ足ドルフィンキック以外でも普通に水中運動、例えば、お水の中を歩くだったりする時にでも足の甲でお水を感じると思うんですよね。まあ歩いてる時にちょっと重いだったり、まあ、もしくはちゃんと蹴れていると、ブクブクができたりするので、まあ、そういうのを、しっかり目で見て確認できるし、まあ、足の甲でも水蹴れてるなっていうのが、わかるのですが、平泳ぎのキックって、まあ、よく言われるのが足の裏で水を感じなさいとか足の裏で水を押してくださいとかよく言われると思うんですけど、まあそれがめっちゃ難しいですよね。私ももしその平泳ぎをやったことない時に足の裏でお水を押してみてくださいとか言われたってはみたいな感じになると思うんですよ。てか今でさえも足の裏で水を押してとか、その、まあ、たまにレッスン出たりとかも最近しててそういうレッスンがあるんですけど、足の裏で水を押すってむずすぎないって私自身も感じるので、私が難しいってことは皆さんはもっと難しく感じてると思うので、まあ、それをちょっと簡単に練習する方法っていうのをちょっと今日話していこうかなと思ってまして、はい、まあ、それが横歩きですね。もうズバリ横歩きをすれば平泳ぎのキックは多少なりとも上達すると思います。そして足の裏のその水を感じるっていうのも横歩きをすることでわかると思います。そう、よくその足の裏の感覚を研ぎ澄ますっていうのかな、まあその水を蹴る練習としてもう単純に足の裏をパタパタさせたりする練習とかやってるんですけど、まあそんなのよくわかんないわって私自身も思ったので、もうシンプルに、歩くコースで横歩きをしてみてください。でそうすると、内もも、平泳ぎのキックは内ももも、重要になってきます。内ももの筋肉を使って最後は両足をクッと締めるので、その筋肉も必要になります。はい、よくプル V 挟めないって方はいると思うんですよ。はい、
で、その方っていうのは、内ももの筋肉がかなり不足してきてるということなので、そういう方にも横歩きかなり効きます。はい、左右両方やってみてください。はい、そしてもう一つの理由としては、横歩きをするときに足の裏で、水を感じられます。これは実際にやってみると分かりますが、まあそう、最初はちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、だんだん、この感じかなっていうのが分かってくると思います。そう、ふくらはぎの内側でもなく、足の甲でもなく、足の裏に水の渦ができてる感覚が、ちょっと感じると思うので、これかなこれかなって最初は思いながらでもいいですが、それをだんだんと大きく動かしてみると、より強く感じることができるので、ぜひ横歩きの時は、内ももの筋肉プラス足の裏の水の渦を感じながらトレーニングしてみてください。ということで、以上、平泳ぎのキックについて解説していきました。平泳ぎに関してご質問がある方は、この動画のコメント欄に書いてください。金土日で解説動画をお出ししますので、質問どんどん書いてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。